はい、皆さんこんにちは、成部雄一です。今回はゴンバチヒーローシリーズガイアセイバーヒーロー大作戦続きをプレイしていきたいと思います。光ディスクを解析してもらうために大阪までやってきたんですが、忙しいという理由で断られてしまって、代わりに広島へ向かうことになりましたので、早速このまま広島に向かっていきましょう。広島です。事前情報ないので、ちょっと一個ずつ探っていきましょうか。お好み焼き屋、広島もね、いわゆる広島風お好み焼きっていうものがありますよね。広島風お好み焼きは何なんでしょう。焼きそばと一緒に食べるというか、サンドするというか、そういう感じですよね。昔大阪に勤務してた頃に広島にたまに出張で行くことがあってですね、その時にはお好み焼き屋行きましたね。みっちゃんとかね、行った記憶ありますね。広島詳しい方いれば、お好み焼き屋みっちゃんご存知かもしれませんけど、かなり美味しかったです。お、なんか博士らしき人がいる。ここの司令官は子供の頃から知ってるが、相変わらず臆病者の、この博士ではなかった。ではちょっと探索していきます。ストーンサークルにやってきたんですが、一体これはどうしたんだ。ストーンサークルが破壊されている。なんか博士らしき人もいっぱいいますね。調査隊、おろおろ。あ、岩本博士だ。かなりやられちゃってますね。あ、ライダーアマゾンだ。あ、仲間か。俺、アマゾン。親さんに言われてここのガードしてた。でも突然ショッカーに襲われた。アマゾン悔しい。お前たちショッカー倒す。アマゾンも倒す。同じ。俺たち仲間。アマゾン、お前たちについていく。これアマゾンが仲間になりましたね。これでパーティー編成が3人になりましたね。私は助かったのか。しかし一体なぜショッカーの連中がストーンサークルを、わからん。ストーンサークルの調査結果が知りたい。そうなんですよ。これをね、大阪に持ち帰る必要があるんです。あまり詳しいことはまだ分かっていないのだが、このフロッピーを持っていくがいい。フロッピーか、懐かしいな。もうフロッピーないですよね。何年か前にもうフロッピーの生産終了っていうニュースをちょっと見た覚えがありますけど。では大阪に戻ります。では大阪に戻ってきました。たこ焼き屋に行きます。まだたこ焼き屋にいるのかと思ったら、たこ焼き屋にはいなくなってますね。ではちょっと博士の探索からやっていきましょう。ストーンサークルつながりでストーンサークルにいたりしないだろうか。あ、いる。ショッカーと戦闘中だ。イベントバトルですね。ショッカー。ここはノーマルで大丈夫でしょう。普通に攻撃していきます。弱い。イベントバトルなんで一撃で倒せるのかな。アマゾンもね、加わって、戦力的にもだいぶ、ヒーローチームは、レベルアップしてます。なんてことだ、大切な研究材料が、一体ストーンサークルに何が隠されているのだ。残念ながら、調査はこれまでだ。私は青森に戻り、光ディスクの分析をしよう。結果的に光ディスクの分析を、進めていただけることになりましたね。ではこれで我々も家督隊本部へ戻りましょうか。では本部に戻ってきました。では司令室へ向かいましょうか。司令室は4階です。この辺りはね、動かさずに司令室に直接入れるような行き先コマンドがあるとより嬉しかったかな。司令室、なんか誰かいるぞ。早田隊員だ。やあみんな、ゾフィーがまだ見つからないのだ。ジャブローはくまなく探したんだが。そうですよね。ウルトラマンとウルトラマンゾフィーは、ジャブローに残っていたんですけど、ジャブローがね、爆発に飲み込まれるようなシーンありましたけど、とりあえず早田は無事帰還したようですね。村松。キャップ、期待しているよ。何に対してよ。早速で申し訳ないんだが、諸君らに任務を与える。東京でサミットがあるんだが、どうも警備が心配だ。
念のため諸君らに警備の手助けをしてもらいたい。広島でサミットありますよね、今度ね。アストマージンはもうあったかい。私と一緒に同盟に来たんだ。ブライトは同じことしか言わないな。では今度は東京に向かいましょう。アムロさん、格納庫でアストマージさんが、アムロさんが来るのを待ってましたよ。出れなくされてるので、イベントでアストマージに会わないと先に進めないようですね。ではちょっとアストマージのところに向かいます。よう、アムロ。役に立ちそうなものを見つけたんだ。よかったら持ってってくれ。プチモビを発見した。博物館にあったん、中古だけど、ないよりマシだろう。プチモビかぁ。プチモビは逆襲のシャアでハサフェイが買ってましたよね、中古で。ローンを組んで。そのプチモビを手に入れました。ちなみにそのプチモビでね、ブライトたちが、隕石に乗り込んで、内部から爆発させようとしたアクシズの戦いも登場してましたね、プチモビはね。では、東京に向かいます。まあ、そんなに近くない。遠くはないですね。早速、到着でーす。会議場かな？まあ、どう見ても、サミットの会議場でしょう。お、誰かいる。マークハンター。俺の名はマークハンター。あんたらとは違って、薄汚い金目当てのハンターさ。いや、自分で言えるのがすごいな。俺は師匠から直々にカードを頼まれているのさ。キッシーもね、だいぶ、支持率が低迷して、苦しそうな感じがしますけどね。もう10月に入って何人閣僚が辞任に追い込まれているのか。しかもそれが全て金が絡むっていうね。イベントですね。大変です。怪人が出ました。ショッカーだ。残上です。ぐはははは、師匠たちはいただいていくぜ。止められるものなら止めてみろ。残上とバトルだな。これイベントバトルなのかな。まあ、先にショッカー倒、お、アムロがガンダムじゃなくてプチモビに乗ってる。残上の攻撃力そこそこ高いな。ん？アマゾンもう一撃食らったら死ぬぞ、これは。まだね、必殺技らしい必殺技を覚えてないので、ノーマル攻撃を選んでいかなきゃいけないなってところなんですね。レオもやばいな。アマゾンがやられた。かろうじて撃退しました。アマゾンが一番レベル低いんですけど、残念ながら残獣を倒した経験値は得られませんでしたね。大変です。首脳を誘拐されました。今の怪人はおとりだったんです。残獣をおとりに使ったのか。この山は俺のもんだ。勝手に動かれちゃ困るぜ。どうせ奴らがどこに行ったのかも知らないんだろう。確かに知らない。我々のガードが緩かったのか。いやー、師匠が、みすみす、誘拐されてしまった。敵と繋がっているんじゃないだろうなぁと疑われてしまいましたね。さて、じゃあ師匠の捜索かな。俺に協力しな。そうすれば情報を教えてやる。どうだ。まあ、じゃあ協力しましょう。ショッカーは下水道を利用している。ザコアンタラに任せたぜ。マークアンタが仲間になったということで、じゃあ下水道に入っていきましょう。どっから入るんだろう。ちょっとじゃあ、徘徊して回ります。お、なんかビルの地下があったんで、そこに来てみたんですが、秘密基地に続く隠しハッチがある。なんかブライトらしき人材が真ん中に、ぼーっと、突っ立ってますね。誰なんだ、君は。何か、いる妖怪。これ明らかにブライトと同じ、雰囲気を醸し出してるんですが、ブライトではなさそうですね。ではちょっとこの秘密基地を探索していきます。囚われてる人たちがいましたけど、首相ではないな。
首相たちはどこにいるんでしょう。探索を続けます。お、なんかいたぞ。マシーン大元帥、よくここを見つけたな。これ以上好き勝手なことはさせん。ここでバトルですね。でもイベントバトルなのかな。まあ、必殺技らしい必殺技は本当に覚えてないので、もうノーマル攻撃で、マシーン大元帥を撃破していかなきゃいけないんですが、マークハンターがやっぱりで一番強いですね、この中で。では力攻めをしていきます。マークハンターが35まで削られてれば、火力の源なんでマークハンターは死なないでほしいところなんですけど、一応ね、回復アイテムパワーカプセルは、数は少ないんですけど持ってはきているので、ハンターがやられそうになったらちょっと使いましょうか。はい、倒しました。レベルアップしましたね。くそ、覚えてろ、待ちやがれ。たっ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 た。マークハンターが仲間から外れたということで、パーティーから外れちゃいましたね。さて、敵は撃退したんですが、肝心の首相たちがいないな。どこにいるんだろう。ちょっと捜索して回ります。お、こんなところにいた。イギリスの首相、フン。同盟だとサミットの首相も守りきれないなんて、とんだ無能の集まりだな。なぜもっと早く助けに来ないのだ。といっても、間抜けな同盟なんかじゃ早く来て来いというのも無理な話か。同盟については多少は認知度があるんですね。日本の首相、全く高い金を払ったのに、マークハンターってやつは役立たずだな。いや、でも追っていきましたよ、元帥を。諸君らのおかげで助かったよ。クックックック、何なんだろう、アメリカの大統領だけ言うことがちょっとまともですね。さあ、急いで帰るとしよう。我々にはこれからいろいろとやることがあるからな。てん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 。何をぼーっとしてる。お前たちが先に行って我々の安全を守るんだ。ということでした。ヒーローたちの同盟により、将たちは無事救出された。これから始まる苦しい戦いの始まりに過ぎない。ということでしたね。人類滅亡まであと93億人。続く。セーブしますか。ということで、キリがいいので今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。